どうも、デラマです。シュッ、俺、なんか、ね、いいですか、やっちゃっていいですか。はい、よいしょ。あ、そっちよっちです。はい、あ、よっはい、よろしくお願いします。ということで、よっちでございまして、ボンボン TV とコラボなんですけども、ありがとうございました。いやいや、ありがとうございました、ありがとうございました。多分下の概要欄にあると思うので、はい、よかったらなんですけど、じゃあ僕の企画はですね、そうですね、普通にコラボしてもね、面白くないなって。ボンボン TV の方で僕ドッキリやってるんですか。そうですよね、の方でもドッキリしていただきたいなと、てかドッキリしたいなと、すごい怖いですけど思いまして、はい、今回はですね、はい、ボンボン TV の撮影これからあるんですよね。あります。撮影中、僕ここの別室でマイクを使って指示を出しますので、その指示通りに動いてください。ちょっと書いてください。もう無理ですよ。ちゃんとやってね。ちゃんとやってね。え、僕以外は多分知らないですよね。帰るふりする。あ、そうですね。で、みんなは俺が帰ったと思ってるから、はい、ただの変な人だと思って。女子多いですから。そうそう、頭いかれるやつだと思って。やってください、ね、全力でやります、はい、お願いします。ということで、成功させましょう。成功させましょうね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。よし、みんな騙せた。よかった。ほう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 。シャシャレシャシャレ、めっちゃシャシャレ、めっちゃテンション上がって、シャシャレ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 、もうテンション上げて、やったやったって、いけ、シャシャレシャシャレ、よっしゃーよっしゃー、もっと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 頑張るぞって、もっとでかい声出さなきゃ。お前も気合い入れろよって、ヤンキーみたいに。ちょっととりあえず男子全員の取って。女子のそれに混ざって、目の前のそれに混ざって、はい、そう混ざってトンピッされてる。トンピッされてた今。マーキュリーに聞かれる。マユさん、マユさん頑張れって。マーキュリーの元からの名前。マーキュリーに聞こえるまで。渡辺だな。渡辺に言ったら、マユさんって、え、俺もマキリン感づいてる。渡辺渡辺のことしか知らないんだけど。マキリマキリ、マキリにいきなりビンタ。マキリにビンタ。リンスだからな。おいおい、渡辺何を学んだ。いや、何も学んでないです。はいはい、大丈夫です。マーキュリーの隣の男に本気のビンタ。本気のビンタ、本気。社長出勤してきて。初めのいいこと。ちょ。一発ギャグ、一発ギャグしてね。ハードルギャグ、ハードル使ってギャグして。ちょっと全部ラリアットしてハードル倒して、長州力でラリアットしてハードル倒して、ラリアットして全部ハードル全部倒してね。よっち行きます。シャー、トライ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 トして、なんでだよって、なんでだよって、抗議して、なんでだよ抗議して、なんでだよ。手使ったから飛んじゃない。
発想じゃないか。いやいやいや、これはハードルを長州、長州力の長州力の口調で抗議、長州力の口調で。そんな そんな言われてて、私わっ長州さん大丈夫。戻って、はい、戻って、ハードル直して、はい、ハードル直して、はい、ハードル直して、はい、ハードル直して、最後のハードルの時にもう一回長州さんであのギャグやって、はい、ハードル倒ね、で戻して最後のハードル長州さん、また最後のハードル、それ長州力、これチャンスイズ。次の人が走るときに割り込んで長州力、もう。現場の空気がやばいそうです。次はちょっと絶妙なタイミングで規制を上げさせたいと思うんですよね。どのタイミングで規制を上げさせようかな。誰ですか。叫んで絶叫して叫んで、はい、もうもっと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 、はーい、もっと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 はい、オッケー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 。基準すぎるな。みんなヨッチのことヤバいしょと思ってみんなちょっと避けてんじゃん。次一番の規制上げて、もう長くずっとギャーって叫んで、ずっとギャーって叫んで、最後の種目に行きたいと思います。おっしゃー、ギャーずっとジャンプして、今ジャンプ、そう目の前の女の子に、君もジャンプしようってジャンプ誘ってみて、女の子にジャンプ誘ってみて。どん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 全然知る、全然知る。よし、やめて、一人だけ戻って、やめて、一人だけ戻って。マジで一人でポツンとなっちゃってんじゃん。元カノの名前叫んで。大きい声で、しおり。動画始まってるのめっちゃ後ろにいるから。早く戻って。投げるふりして長州力。最初、投げるふりして長州力ね。楽しみですね。長州さんがまた見れるんですよ。そう、オッケー。しおりとの一番の思い出って何？グローブギャグみたいな。これはゴールデンウィークですか。ゴールデンウィーク YouTube。
ゴールデンウィークに休んでんじゃん。ギャグ。あの、なるちゃん、なるちゃんに向けてギャグしてみて。なるちゃんに、個人的になるちゃんにギャグしてみて。まあそうです。トントンって。いきます。シャムシャム。まあもう段取りは伝えてあるんで、5番か3番当たれば、引くほど喜ぶと。まあ当たんなければまあ多分泣いてくれたりとかするんだと思うんで、そこもちょっと期待しながら見ていきましょう。5番か3番だったら引くほど喜んでね、周りドン引きするぐらい喜んで。説明的に最後5番。ちゃんとね、5番当たるかな、当たるかな。現場の空気がやばい。でも精密機械を超やってるぐらいやばいこれ。あ、そっか、なくなるのか。よく頑張った、よく頑張った、頑張った。見たくないな。緊張する、見てる、こっちが緊張する。よし、じゃあいつも行ける準備しましょう。5番狙います。おマジで泣きそうになった。マジで本当に女性陣ドン引きしたら泣くんだよ。え、しまいよ、元カノの名前。そうだよ、俺もやるやつじゃねえよ。前さん、前さん、俺も言ったから。しおり、しおり、しおり、どういうことだよ。一番ヤバかったのは触りながら元カノの名前言う。うわー、いや、なんかずっと一緒に聞いてたの。しおり持ってきてたの。待ってた、似合ってんのかなと思ったよ。そうか、似合ったんだもん。もう最後はもうりっちゃんに気づいてって言う直した。やめされてんねん。いや、お疲れ様。ありがとうございました。ボンボンをこんなおもちゃにした人初めてだよ。最高っすよ、マジで。チャ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 チ